しい。いやいや、こんな2人久々だな、この感じ。久々やな。はい、どうも、しゅんたです。よいしょ。皆さん、こんにちは、ひぐです。いやだ、嫌な2人。嫌な2人。久しぶり。久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。大会お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。最近みんなからね、しんちゃんと会ってますかのね、連絡が来る。いっぱい来てた。会ってはいいねんな、ちょくちょく。会ってるんだけど、撮ってないだけで。そうそうそう、みんな心配してた。仲いいですかね、今でも。本当にね。セイラちゃんとも仲いいよ。やめだ。え、どうしたどうした。やめだ。結構立ってるし、知ってるやん、いろいろ。え、そうやったっけ。ごめん、知ってるやん。あれ、ごめんごめん。やめて。今でも仲いい。まあ普通にね。気まずそうに。いやいやいや、気まずいとかないから、普通に仲いい。仲いいよ。俺も会いたいわ、久しぶりに。もうどれぐらい会ってない。もう1年ぐらいじゃない。1年ぐらい、ほんま会ってないわ。もういいよ、もういいよ、次行こう。1年ぶりか、ほんま江ノ島で動画撮るのも。いや、そうだよ。1年前に普通に一緒に撮ったよね。遊んだ動画撮って企画忘れちゃったけど、ね、いや、ほんまに遊んでただけ一緒に。そうだよ。うん、楽しく遊んでただけなんやけど、今回は日向知らん人もね、新しく増えたと思うから、ちょっと自己紹介ちょっといいですか。日向です。はい、今めっちゃ真面目や。筋肉系のフィットネスの、チャンネルやってます。いいね。前からね、しんちゃんとね、仲良くさせてもらってて、それでちょっとね、今回はお邪魔してます。よろしくお願いします。元エッグやってな。そう、元エッグ。今はあれやな、アゲハリーってな。アゲハズすればもうええな。あれ、大会見事ダブル準優勝。すごいよな、それ。ダブル部門エントリーして、どっちも準優勝ってこと。そう、2つカテゴリー出て、どっちも準優勝、準優勝。ポーズ見せてもらっていい。いいですか。ゼッケン番号2番、嗅覚バイエフロントポーズ。はい、ということで、YouTuber らしい企画を撮ろうということで。おー、俺久々かも、そういうの。この体で、このルックスということは、あの企画を今年もやりたいと思います。何？イケメン細マッチョ、元エッグモデルなら、逆難される説。絶対いけるよ。去年一緒に海行って、撮影終わり2人とも逆難されましたからね、ちゃんと。もちろんね、僕らその時それはもうね、こういう仕事ですから、お断りしましたけど、ゴイゴイやったからね、ヒューガの方に立っては。P かもしれんけど、もう。行こう。逆難対決当たり前やん。あ、俺らの対決ってこと。当たり前やん。きたー。まあ最初まず一人と行って10分ずつぐらい行きますか。10分。15分で行く。大丈夫。15分も長くない？3分とか言ったの。これね、去年夏見ともやってますし、僕一人でもやってますけど、なかなか人気企画なんで、されればバズるんで、ヒューガの顔も広まります。これよろしくお願いします。じゃあ行きますか。はい、レッツーマッスル。反対やって。緊急事態。道すぎちゃう。歩くスペースないやん。いや、逆もしっかりあれで、人は散らばってないから、歩いたら、とにかく嫌いです、距離に置く。目の前は海やから。今のうちもうリサーチしてまへん。チャラ男やって。じゃあ行きますか、ちょっと。いいっすか。どうしようかな、じゃあ。これで外、画面撮っとくわ。じゃあちょっと、ひゅうがくん。今から10分かかるんで。はい。どこへ歩いてもいいっす、マジで。じゃあ行くわ。一回声かけられたら俺、ちょっと時間置いて、寄りに行くわ。オッケー、行きまーす。さあ、ひゅうがくん、行ってますね。果たして声かけられるのか。さあ、なかなか。オーラは出してます。オーラは出してるけど、かたくなにスルーされてます。あ、ちょっと小走りしてます。あの黄色いパンですよ、分かりやすい。あ、全然捕まってない。全然捕まってない。あいつ全然あかんやん。もう1分経ったぞ。やばい、人いない。あ、なんか声かけられてる。あ、ありがとうございます。声かけられましたね。ただ男の人に声かけられただけですね。今のはちょっと違うよな。まあ男性だったから、あえてされないですね。全然人気もんちゃうやん。逆なんなんで。おーって、こういうのやってる場合じゃないの。今10分間の人結構大事だよ。やばい、ヒューガ君。ヒューガ君でしたっけ。はい。いやー、やばいよ。やばいよ、それ。やっぱヒューガ君、ちょっと腕タトゥーまみれの人話しかけられてます。ミニチャムとはどう、なんで。どういうこと。おもろっすよね、はい、やばい。てか写真撮ってもらっていい。てか会いたいこと。いや、でも握手いいっす。あ、全然全然。いや、ヒューガ君、イケメンだからさ。でもミニチュアムてか、そうそう、そう、イカツメのお兄さんに話しかけられてます。もうヒューガのファン層はね、もういかつい兄ちゃん姉ちゃんしかいないですからね、ほんま。まあこうやって一人で喋ってる僕が一番変な人なんですけど、いかつい兄さんにだいぶ長いこと捕まってます。肩上からポンポンされてます。あ、写真撮ってます。写真撮ってます。いい感じです。本物が会えた。めちゃくちゃ喋りかけられてます。もう終わってまうんじゃん、この企画。企画終わってまうんちゃう。あれ、待って、お兄さん、これ YouTube 使っていいですか。全然いいですよ。全然いいですよ。やるって、今日本物よ。本物本物ですもんね。本物だよ、本物。ああ、長いです。高い長い。一生アイドルされてます。でも出身どこやった。出身神奈川。神奈川ですか。はい。俺神奈川今日初めて来ました。誰からも特に声かけられることもなく、あ、5分経ちました。ちょっと待ってください。あ、さあ、ひがくん、もう7分経ってますけど大丈夫ですか。 やばいっす。7分経ってますけど普通にやばいっす。大丈夫、時間がないですよ。撮ってる人も
のイケメンってやるな。何格闘技やるんですか。男は格闘技やるんですか。いや、筋トレです。筋トレじゃん。いや、筋トレが好きなんで。いや、マジで。あっす。ありがとうございます。ということで、今7分半です。終わった。まだ2分あるから、ヒューガー。まだ2分。何話してたん。よくわかんない。兄貴。あ、目の前からギャル2人が、お、話しかけられない。めちゃくちゃ近いけど頼む、話しかけて。来るか来るか来るか。あ、ギャルが来るかも、来るか。ギャルがヒューガのこと気づいてそうだけど、気づいてそうだけど。やばいって、ギャルいるんだよな。くそくそ、ちょっと待て、こんなはずじゃない。プランミスってる。いや、マジでどうしよう。あ、もう全然上がる。あ、もう終わる。全然人気ない。一人ぼっちやん。来るか。寂しいな。あ、首かいてる、首かいてる。いや、それちょっと待て。あ、五。あ、四。あ、疲れた。三。疲れてる。来るか。終了。ヒューガ君、ヒューガ君、タイムアウトです。ちょっとバコすぎヒューガ。違うじゃん。声かけられてすらなかったやん。あ、ヒント欲しいのあったり。あったよね、やっぱり一つ見ぐらい。まあ、いや、なかったから。こんなはずじゃない。結構3分で決まると思ったんだけど、3分で違う意味で決まったわ。まあ、ということで、大失敗。全然わかんやん。しんちゃんここでやってみ。場所変えるのはちょっとずるいっすね。向こうに行くのはずるい。ここでもう一回やってみて、しんちゃんここで話しかけられたら、うん、勝ちだ。俺はあっちが歩いてる。ずる。自由やから。あっちあり。そう。やられたー。しんちゃんの場合行きますか。じゃあお願いしていいですか。今まで 1,2 回やってまして、2回でも成功してるんですよ。まあ、今回失敗だよ。いや、もう取ってくれ。オーラあるから。頼むよ。行きます。慎太郎ガールズの手紙取ってくれ。よーい、スタート。失敗しろ。普通に失敗しろ。悔しいから。普通にめっちゃ悔しいから失敗してほしいわ。あれさ、自分から言ってない？自分から言ってるよな、あれ。ほぼ別なんちゃうよ、あれ。こんにちは。さっき目合いましたよね。いや、ナンパしに行ってるやん。今まだ写真撮ります？あ、いらない。あ、悔しい、マジで。俺の方がいけてね。成功。一回じゃあ、タイムまとめてもらって、今何分ぐらいでした？2分ぐらい。あ、2分半です。2分半ぐらい。2分半ぐらい。目合いました。餌食してたよね。会釈してたよね、普通に。自分から言ってたよね。なんか自分からグイグイ言ってたよね。いや、そんな言ってない。もはやあれ、ナンパだって。いや、まあ、だから今からもう一回行きます。じゃあ、ちょっと行きますか。じゃあ、よーい。スタート。美女。邪魔扱いされてる。上がんな。全然上がんわ。外した？外した？いや、もうほぼ逆なんせ、これ。いや、普通に邪魔もなんつかされるじゃん、写真。めっちゃ受けられた。いけんの？じゃあ、スタート。こっち側は結構話しかけられるっしょ。あかんな。いや、結構激戦行ってる。あ、やばい、イカついギャルオーソン来た。そこは行きたくない。残り4分。やばい、あ、目当たった。こんにちは。お姉さん、あれですよね、僕のこと逆ナンしてくれたんですよ、これ。なんで笑うの？逆ナンはやめてください。よし。生600円って声かけてくれた。生600円って。キャッチか。ありがとう。あ、でもギャル。こんにちは。え、成功？もしかして成功。1個聞いてて、お姉さんたち、その僕のこと逆ナンしてくれたんですよね。あれしてる？した？どっちイエスかの、してない。よし。はい、あれ、タイムアップ？タイムアップです。今のがラストチャンスでした。え、あれ成功やろ？いや、成功じゃない。あれは大失敗。結構惜しいと思う、言ってた。結構マジで。あ、ほんまに？
何俺らちょっと出さない俺ら、はい、ということで、はい、なんと2人とも失敗です。ちょっと今日人少ない俺の場合は7分まであの兄貴いたからどうするじゃんこれ最後。いやありがとう、逆らせやろ、逆らせやろ、や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 らせやろ、合わせんな、合わせんな。ということで僕の勝ちということでしたね。やらせです。カレーがあったから、カレーしてるっていうサムネを撮りたくて手握ってるみたいな。大やらせ。いやいや、ごめんだけど、ごめんだけど、あれ大やらせのリベンジです。ということで、じゃあまたどっかで、はい、またどこかで逆ラン対決しましょう。ヒューガの方でもコラボ撮ってみて、見てください。はい、チャンネル登録お願いします。バイバイ。いつか見せてやるぜ打ち上げ花火、痛みなんて後回し、苦し紛れの